ミドルタウン、ロード駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ペラム線の駅である。ブロンクス区、ペラムベイのウェストチェスターアベニューとミドルタウンロードの交差点に位置し、6系統が、ラッシュ時混雑方向を除く終日、6系統が、ラッシュ時混雑方向のみ停車する。駅は、ペラム線が、ウェストチェスタースクエア駅から、ペラムベイパーク駅まで、 延伸開業した1920年12月20日に開業した相対式ホーム2面と観光線2線、急行線1線を有した2面3線の高架駅で、中央の急行線は定期旅客列車の設定がない。また、駅の南側には6系統及び6系統の車両の基地となっているウェストチェスター車両基地への入り陸線が接続しており、 南高換光線と急行線はこの連絡線をまたいでいる。駅は2013年10月5日から2014年5月4日まで2100万ドルをかけて改装工事が行われたがエレベーターは設置されず、リハビリテーションクリニックの最寄り駅であることが影響して障害者権利団体からまたへ訴訟が起こった。改札口はホームの下に位置し、 各ホーム中央から2つずつ階段が接続している。改札口には、回転式改札機と切符売り場があり、ウェストチェスターアベニューとミドルタウンロードの交差点と、ウェストチェスターアベニューとマルフォードアベニューの交差点間、ウェストチェスターアベニューの北と南に1つずつ階段が接続している。w i k i デ e d i a ンズには、ミドルタウン、ロード駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。